こんばんは、ハンプデーね。今日はね、久しぶりに大食いをしてきました。もうね、叩きたい人は叩いてたぞ。もう好きにして。ちょっとさ、アンチコメントの人もさ、最近ゼビシって来ないのよね。それでも男なの？抱いてみなさいよ。男だったらね、私はね、ガタガタになるぐらい抱いてみなさいよ。この育児なし、こんなね、激しい会話をね、歌舞伎町の飲み屋さんで、もう何年か前に聞いたことがあります。こんなセリフを言う人が本当にいるんだって、なんかびっくりしました。歌舞伎町のラブホ街のね、近くの飲み屋さんなんだけど、そこでね、もうどれぐらいだろう、40中盤ぐらいのカップルなんで、特に女の人がね、すごい怒ってて、男の人にね、それでも男なの？私は抱いてみなさいよっていう会話をね、周りにね、人がいっぱいいたんだけど、叫びまくってるね、おばさんがいたのね。なんか桃井香りみたいなセリフでかっこいいなって思っちゃった。でもね、そのおばさん歯がなかったの。男でも無理かな。噛んでも無理です。思い出しても見えるね。